ミッチェル・バッケルは、オランダのサッカー選手、バイエル・レバークー全所属。ポジションは DF。2010年に、地元の FC プルメレントの下部組織から、アヤックス・アカデミーに移籍。2017年10月27日に行われた、エールステディビジで、マウロ・サファスターノに代わって、途中出場し、ヨング・アヤックスで選手初出場を記録した。2018年9月26日に、 KNVB カップでトップチーム初出場を記録した。KNVB カップでは10月31日の試合でも出場したが、この2試合を除いて、アヤックス・アムステルダムのトップチームでの出場機会はなかった。2019年7月7日、パリ・サンジェルマン、FC に移籍金なしの4年契約で移籍。2020年1月29日に行われたクープル、フランスで、 途中出場し、移籍後初出場となった。2月12日にはクープ・ドフランスでスターティングメンバーに選出されると、同月15日にはリーグアンでもデビューを果たした。6月15日にはゴールデン・ボーイ賞の候補100人の一人として選出された。7月24日にはクープ・ドフランス決勝でフル出場し、優勝に貢献した。 同月31日のクープ・ドゥラ・リーグ決勝でもフル出場し PK 戦の末の勝利に貢献した。2020年10月にはゴールデンボーイ賞の候補20人のうちの1人に選出された。その数日後には UEFA チャンピオンズリーグ2020から21グループリーグのマンチェスター・ユナイテッド FC 戦に途中出場し UEFA 主催試合初出場となったが この試合は1から2で敗北した。2021年7月12日、バイエルエバー・クーゼンと2025年6月30日までの契約を結んだ。U-17 代表として UEFAU-17、欧州選手権2017に参加した。父のエドビン・バッケル、いとこのキリエン・ユンケイもサッカー選手、ありがとうございます。